シップ世界大会に向けて、ここから上位2名がですね、次回行われるニュージーランドでの世界大会に行くことができます。さあ、そんなことよりまたですね、ゴンドの羊綺麗にやっていただきたいと思います。さあ、それでは最後の毛刈りがスタートします。皆さん準備よろしいでしょうか。 Ready Set Go。 さあ、今始まりました。さあ、まず1番に来たのは大石俊さん、そして2番が赤井さん、3番が相澤くんです。さあ、相澤くんは先ほどからレッチャーで毛刈りの方を行っております。ちょっと体力的には心配なことがありますが、若さで英語から頑張ってほしいです。そして何よりも皆さん引き続きの方が集まっていらっしゃるこの大会、最後まで楽しんでいってもらいたいと思います。さあ、この決勝戦ではですね、ゴンドウの羊を飼っていただきます。これは厄介なやつだぞ。さあ、おじさんも本当に人間の自分の世界に入り傷すぎる。そして坂井さんは自分のバリカンを使って、そして相田さんはちょっと疲れているけれども、黙々と頑張って勝っている。さあ、みんな真剣勝負。さあ、相田さんちょっと力が入らなくなってきているのか。さあ、ここは内場と分かって頑張ってほしい。そこで首をしないようにだけ、手を使えるだけで受けてください。さあ、坂井さんからマッチキーじゃないかという声がありました。ちょっとね、手術が終わりつつ皆さん大変ましたようですが、さあ、こういった人もいます。暴れる人もいます。さあ、どんなことでも怪我をさせずに、ね、手術に傷をつけずに勝っているのが大切な手軽作品だと思います。今回の大会ではボランティアとしてボランティアの皆さんが決めていくボランティアとして
ニュージーランドで行われる世界大会以外の世界大会に出場できる経験を勝ち取れる戦いとなっています。ここで勝った2名がですね、世界中に日本の世界職人の凄さを見せつける代表となるわけです。さあ、どの人が何でもおかしくない戦いになっています。さあ、間違いない2番目の大石さん、そして2番目の坂井さん、そして3番目はイケメンの愛嬌さん。さあ、イケメン今日は何回言われたんでしょうか。なかなかね、上手にならないですよ。大会ですね、最後はほとんど関係ありません。どれだけ綺麗に出場になるか、怪我をさせていないか、移動代表しないかが一番ポイントとなっていきます。さあ、高井さん、満足しました。はい、頑張りまーす。大会はもうだいぶ熱くなっちゃった。うわ、大変で、うわ、大変で、マジか。中井さんが、うわ、大変で、自分が聞こえてきた。はい、3投目、お取り寄せたのは大石さんです。ああ、中井さん、なかなか手に入らないですけど、あの、マリさんの前に加えるショックで分かります。さあ、中井さん、ぜひお取り寄せて、今度は足です。うわー、これ、食べないパターンのやつだ。でも、そうじゃなくていい。そうじゃなくてよかった。決勝戦、確認する必要はない。でも、何がされるかわからない。なんでだ。そうですね、運も実力のうちです。大石さんが食べる。さあ、その中、相沢さんの黙々と同時にも、うわ、あればいいだけではない。自分との戦いが決まり。
がりをどんどん鍋に疲れてきてくる。会社は人が別のことを返してくれるので疲れてるようには見えません。高井さんといえば、ケイティ、なんだ、今、お店